赤星セオ赤星マシマシ TV でーす、はい、よろしくお願いいたします。さあ、ラーメン藤丸神谷本店ということで昨年、の映像でございますが、うん、ね、また行ってきたので見てください。こちらね、書きました、はい、最寄り駅4つございますね、うん、メトロだと、南北線下駅か王子神谷駅ということで、うん、JR だと東十条か赤羽と、うん、赤羽が一番実は多いんですね。そう、なるほど。そうでですね、うん、これもあの昨年12月にあの、うん、テレ東さん出していただいた時に、はい、後ろからこうカメラをね、はい、回していただいてやったんで、ちょっと意識がうるさいということで、ね、ダメな YouTuber として紹介されてますね。まあそうね、はい、企画として、ということで食券見ていきますけども、藤丸ラーメンと、国産豚麺変わりなくということでございますが、今回はですね、頼んだのが、国産豚麺、あ、そう、頼んだら今回はというかいつも通りでした。まあまあいつも通りですね。、ということで着弾です。うん、国産豚麺、そう、ここで言いたかった、うん、初めてですね、僕野菜増しをしなかったんですよ。あの昼に鍋白をやった日なんでちょっとね、きつくてちょい野菜にしておりますが、生まれて初めてのちょい野菜とでですね、あの豚カツ油一応買ってるんだけども、はい、これね、ちょい油っていうのも足してるんですね、うん、だから豚カツ油を買った上でちょい油というのも可能だということが今回分かったので、油オン油というか、そう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 、なんです。さあ見ていきましょうかね、これスマホの後ろに、うん、ずーっとこうでっかいテレビカメラでこうそれでもうサービス精神がもうすごいですけども、あの回さないから別に食べる時にいつもね、豚からいきます。この日はですね、豚の醤油のまあ染み込み度が異常に高くですね、もうこれをそのまま味わって食べたかったんだけど、まあ急いでますねということで、急いでます、これ結構急いでますよ。結構量多くないですか。めちゃくちゃ多いですね。いつもこれぐらいの量食べるんですか。まあそうですね、だいたい食べちゃいます。今日かなんとか言ってますが普通にきついです。まあ、さっきも言いましたけど昼に鍋白やってます。いや、まあ、そうよね、異常よ。というかこの日はね、甘みよりもこうツーンとした風味があったんで、みりんとかこう料理酒が、ね、配合調多めだったのかなみたいなこともね、感じつつ、何回言っても違いがあって面白いですね。さあ、そして麺をね、この辺りがですね、確か使われたんじゃないですか。この辺りだった気がしますけど、一瞬使われておりましたが、カメラ意識なのか、ミスのない量のも麺を作ってますね、これね。ミスのない量。すすり切れる量ね。すすり切れる量をしっかりと意識して、ね。本店ではあまり天地返ししたことがなかったんでね。この海、ね。小麦だけになった海にちょっとビビってますけども、食べていきましょう。ね。さあ、そして、スープ。おっと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 。いや、しっかりとした乳化系。で、今回はね、どっちかっていうとマイルドな印象だったかな。もう少しいつも濃いような、うん、イメージなんだけども、マイルド目でございまして、おおおサービス精神ですね。サービスか、はい、いや、サービス。うるさいなぁ、顔ね。そしていつもよりうるさいな。いつもより、はい、うるさいです。これまた氷山の一角ですね。氷山、全然氷山の一角ですね。あ、ニンニクをね、押すとして、本店ニンニクはですね、ナッツみたいに粒がでかいんですね。はい、辛さはしかし控えめなんで、もう食感系ニンニクとして、ね、食感系ニンニクですね。一番量が多いのは個人的には梶原かな。うん、都電梶原店かも。藤丸系列。そうです。ちょっと花火も出て、ねえ、やっていきますけども、返しね。うん。うん、まあ、しょっぱレベルとしてはですね、俺そんな高くない印象だったんだけど。こうです。これなんか言われませんでした。あ、ここ特に言われなかった。マジそう、もういいのか。まあね、あのスタッフさんの方々も食べてたから見逃したんじゃない。なるほどね。そう、テレビで使われたらめっちゃおもろかった。意味わかんないけどね、うん、何をしてるんだと。おーっとっとっと、口の曲がり具合がもうこんなことしてるのね。落ち着いて、食べてくださいって言ったら真似しちゃダメよ、こういうことは。ほんとエレベーターガールの天使だよ。エレベーターガールの天使だよ。テロップ隠れてたけど、ね、よく見つけました。ね、さあ、そして別皿油、これをかけていかないというそのままいきます。ダイレクトブカカス油、ここにおいしいね、今日ね、いくらの醤油漬けをね、ご飯にかけずにそのままかき込んでるような感覚です。もうん、ね、いくらの醤油漬け、はい、まあ大体いくらって正直か。まあそうだね。わっきをね。とで、こっからですよ。うん、そうですね。なかなか稼げてないような現状じゃないですか。それでも机の理由って何ですか。
楽しいからっていうのがあると思いますけどね、うん、食べる食べられないじゃなくて自分がやっててすごく楽しい、食べる食べられないじゃなくて自分がやっててすごく楽しい、それを見てくれる人がいてその人たちも楽しいと思ってくれてるから、それを見てくれる人がいてその人たちも楽しいと思ってくれてるから、はい。ということでね、なんか言ってましたけども最後は宇治丸水で決めましょう。これだけは言いてる、いつも言いたい。お水がこうステンレス製でいつまでも冷たいんでね、ぜひ取ってほしい。うん、ということでごちそうさまでございましたね。まあプロフェッショナルな感じでしたね。テレ東さんでしたけどね。セルフで、まあ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 、ね、本当はロゴ入れようとしたけど、それは、91.3、野菜を増してない分いつもより2、3ポイント低い、ね、反響大きかったですよ。あ、本当ですか。本当に流れた瞬間にもう本当に300人登録者来たから、びっくりしました本当に。テレビの力ね、そうですね、本当に。ということで藤丸さんね、新年の2発目ということでございましたが、はい、またお忍びでいきたいと思います。お忍びで、お忍びでいきますね。大体別に忍んでんじゃないですか。まあまあそっか、鍋次郎は完全にプライベートでやりました。プライベートでやりました。完全プライベートプライベートでやりました。はい、ことです。はい、you